はい、今日はツインソケットの説明をします。通常バネという商品があります。ツインソケットはバネの裏側に足が出ています。このような状態です。はい、映りましたか。通常は頭の反対がバネ、したがってこういう状態でこういう頭がつきます。こういう状態ですね。これが通常の使い方をします。今回はツインソケットを使います。ツインソケットはこうなっているので、ここにこう来ます。で、従来頭に対して言語が来ます。こういうものですね。したがってツインソケットに対して言語と、こういうふうな打ち方をするので、どういうメリットがあるかというと、こういうものに対して2つの商品がくっつきます。なおかつこういうもの、もう1個作るとこのようにつの商品が一つにくっつきます。このような使い方をができるのもツインソケットの大きな魅力です。皆さん、いろんな使い方を試してみてください。以上です。